バトルだ。トラップ発動、ブラッドカウンター。 D フォース発動中、相手モンスターの攻撃力を半分にし、ルーディの攻撃力を1500ポイントアップ。まさか、これで終わりだ。ルーディダイレクトアタック、ブラッディフィアーズ。トラップカード、マスターサウザンド。ライフを1000払うことにより発動。攻撃力か守備力が1000以下のモンスターは全て破壊し、お互いに1000ポイントのダメージを与える。ずっと僕たちの、僕と作用の意志をついてけ。エド、さあ始めようか。チューバー団長、ケンザ、フブキさん、アスカ、みんなの受けた苦しみはこんなもんじゃなかった。もの魂を犠牲にして生まれた魔物など生かしておくか。お前のために俺の仲間は、友達は絶対許さねえ。ほう、覇王の君が言うか。何度倒しても俺の怒りは収まらない。ぶっ倒しても、ぶっ倒しても、ぶっ倒しても、仲間たちはもう蘇らないんだ。いいよ、デュエルで僕を任すことができたら、君が心の中で思っていること叶えてあげてもいい。嘘だ、嘘だ、嘘をつくな。じゃあ気分を変えて、邪魔の入らない新たなフィールドで再試合と行こうか。こいつは倒す、絶対に倒す。ひどいよ10代、僕はこんなに君のことが好きなのに、そんな僕を宇宙に捨てちゃったんだからね。違う、宇宙の正しい波動を取り込むことでお前の心の歪みを直そうとしたんだ。宇宙にはあらゆる波動が満ちていた。僕は毎日君に呼びかけて泣いていた。でもいつの日からか君からの反応がなくなったんだ。そうだ、君が僕のことを忘れている時に僕は苦しんでいたよ。痛いよ、苦しいよ、なぜこんなに好きなのに。10代はなんでこんな仕打ちを。ユベル、その時気づいた。これが10代の愛の形なの。だから決めたのさ、12の次元に分かれて存在する全ての宇宙を僕の10代に対する愛で満たそうと。そうしたらきっと君も僕の愛に気づいてくれるだろう。ユベル、だから君と関わる全ての人間を苦しみと悲しみで満たそうとしたんだ。デュエルしようよ。もっと苦しめてあげるよ。苦しみと悲しみの中でこそ互いの愛を理解し合うことができるんだよ。ただし、理解し合うためではなく、頼むみんな、助けるために力を貸してくれ。ありがとう、俺のヒーローたち。デュエル、僕から行くよ。速攻魔法、手札断殺を発動。この5枚を除外する。永続魔法、マジッククロニクルを発動。このカードは10代、君と僕が綴っていくの未来を記す書物なんだ。デッキからカード5枚選択して除外する。魔法発動。1枚カードを伏せて。墓地のサクリファイスロータスはエンドフェーズ時に花を咲かせる。今にわかる、ターンエンド。俺のターン。俺はマジックカード、闇の量産工場を
から通常モンスター2体を選択し、手札に加えるバーストレディとフェザーマン。力を貸してくれ、俺のヒーローたち。みんなの力で奇跡を起こしてくれ。マジッククロニクルの効果発動。相手がマジックを発動するたび無垢が溜まるんだ。まず一つ溜まったからね。マジックカード融合を発動。手札のフェザーマンとバーストレディを融合して、いでよマイフェイバリットモンスター、エレメンタルヒーローフレイムウィングマン。クロニクルに魔法力が溜まったよ。フレイムウィングマンでサクリファイスロータスを攻撃。フレイムシュート。トラップカード発動。ターンエンドだ。僕のターン。除外しておいたカードから1枚を手札に加えることができ、そしてそのカードを選ぶのは10だ。君なんだ。俺が選ぶのはゼロスプライトだ。素直じゃないな。がっかりだよ。でもいいよ、僕は待っていて、君が僕の愛を受け入れてくれる時を。オリュー現実幻獣士の効果発動。ヒデユ深淵王ウリア。ウリアの効果発動。お前が選んだカードはダミーマーカーだ。その効果でカードを1枚ドロー。永続魔法発動。魔法カード発動。ビデオドラゴーハモン。ビビんなよ俺。奴が幻魔のカードを使ってくることなんて最初から分かってたことだ。ビデオ幻魔王ダリエル。フフフ、いけハモン。主役のデッキレッキ。カウンタートラップ。攻撃の無力化。相手モンスターの攻撃を無効にしてバトルを終了させる。俺のターン。さらに融合発動。さあ頼んだぜ。行け、スパークマン。出ろ、シャイニングフレアウィングマン。シャイニングフレアウィングマンは墓地のエレメンタルヒーローと1枚につき攻撃力を300ポイントアップする。たんな、俺に力をくれ。いけ、シャイニングシュート。ターンエンドだ。僕のターン。ウリアの効果発動。ダビエルの効果発動。バトルだ。墓地のネクロガードなどモンスター効果発動。墓地のこのカードを除外すること、相手モンスターの攻撃を一度だけ無効とする。俺のターン。ドロー。デッキからカードを1枚墓地に送り、マジックカードアームズホールを発動。デッキから装備魔法1枚を選択し、手札に加えることができる。ただしこのターンモンスターの通常召喚はできない。これでまた新たな魔法力が蓄えられたよ。さらに装備魔法アサルトアーマー。これで決まりだ。シャイニングフレアウィングマン。シャイニングシュート。シャイニングフレアウィングマンの効果発動。ハモンの効果発動。アーマーを解除。その効果によりはさらなる攻撃を行うことができる。何？シャイニングシュート。永続魔法ダメージオフゾーン発動。お互いが受ける戦闘ダメージは半分になる。
ターンエンドだ。僕のターン、ドロー。僕のターンになったからマジッククロニクルを発動するよ。一枚カードを捨てて、サクリファイスロータスを特殊召喚。俺のターン。カードガンナーを攻撃表示で召喚。カードガンナーはデッキからカードを1枚墓地に送るたびに500ポイントアップする。俺は3枚のカードを墓地へ送り1500ポイントアップだ。いけ、シャイニングシュート。トラックカードレモンローズを発動。これで前提で受けるダメージはゼロになる。カードガンナーで攻撃。マッドリローダーの効果発動。ターンエンドだ。僕のターン、魔法発動。おいで暗黒の召喚師。10代君には知ってほしいんだ、僕がどれほど君のために孤独と絶望の中を生き抜いてきたかを。我が心の影響を君は永遠に僕のものだ。何？いでよ、ホントンゲルマ、アーミタイル。行け、アーミタイル全土滅殺、遠征波。ダメージオフゾーンにはもう一つ効果がある。ライフを半分払って墓地に送ることで戦闘ダメージをゼロにする。カードガンナーの効果でカードを1枚ドローする。さらに2枚カードを伏せる。ターンエンド。俺のターン、ドロー。いけ、シャイニングシュート。トラックカード、ヘイトバスター。自分フィールド上の悪魔族モンスター1体が相手モンスターの攻撃対象となった時に発動、破壊。そして相手モンスターの攻撃力分のダメージ相手に与える。俺は速攻魔法、神秘の中華鍋を発動。このカードはフィールドのモンスター1体を生贄に捧げ、どちらかの分自分のライフポイントを回復する。何？さらに永続魔法発動、悪夢の蜃気楼。これでまた新たな魔法力が蓄えられたよ。1枚カードを伏せて、ターンエンド。僕のターン。ここで永続魔法悪夢の蜃気楼の効果発動。このカードの効果で相手のスタンバイフェーズに自分の手札が4枚になるようにドローする。永続魔法、マジッククロニクルに魔法力が溜まっている。さあ10代、1枚を選択するんだ。間違いない、三元魔は召喚条件も厳しいんですが。トラックカード発動。デッキからカード5枚選択して除外する。何？いよいよだ、見せてあげるよ。究極攻略士レインボーダークドラゴン。かつてモハンが探し求めていた幻のカード、レインボードラゴン。レインボーリフレクション。1枚カードを伏せて。ターンエンド。俺のターン、ドロー。トラップ発動、打天使の施し。互いのプレイヤーは魔法効果で墓地に捨てたカードを手札に戻すことができる。マジックカード目数使者。墓地から通常モンスター1体で特殊召喚する。エレメンタルヒーロー、ネオスを特殊召喚。フレアスカラベを召喚。墓地に送ったネクロダークマンの効果により
エレメンタルヒーローを生贄なしで召喚できる。エレメンタルヒーロープリズマーを召喚。あらゆる融合モンスターの素材となることができる。デッキから対象のカードをリフレクトチェンジ。行くぜ、フレアスカラベ、グランモール、ネオス、トリプルコンタクト融合。来い、マグマネオス。マグマネオスはフィールドのカード1枚につき400ポイントパワーアップする。何？行け、マグマネオス。スーパーヒートメテオ。トラップカード、デモンローズを発動。これで戦闘で受けるダメージはゼロになる。もっともこのカードがフィールドを離れ破壊されるけどね。2枚カードを伏せてターンエンド。僕のターン。レインボーダークドラゴンの攻撃。速攻魔法クリボーを呼ぶ笛。そしてリバースカードオープン。速攻魔法非常食。デッキから羽クリボーを特殊召喚。サンキュー、ハネクリボー。マジッククロニクルを発動するよ。ターンエンド。俺のターン、ドロー。マジック発動、フェイクヒーロー。このカードは手札のモンスター1体を特殊召喚する。エレメンタルヒーロー、バブルマンを召喚。ギュン。自分のフィールド上にバブルマンだけの時、デッキからさらに2枚ドロー。さらにマジックカードヒーローマスク発動。エレメンタルヒーローを選択してこのターンのエンドフェーズまでフィールド上に存在する。ありがとう純太。だがその効果が使えるのはお前のターンだ。ネオスペーシアン、アクアドルフィンを召喚。さらにマジック発動、コンタクトソウル。フィールドにネオスがいるとき、墓地のネオスペーシアンを特殊召喚する。蘇れ、エアハミングバード。そしてマジックカード、スペーシアギフト発動。自分フィールド上のネオスペーシアン1種類につき1枚、デッキからカードをドローする。ネオス、アクアドルフィン、エアハミングワード。3つの力が1つとなった時、遥か大宇宙の彼方から今日の天使を呼び覚ます。トリプルコンタクト融合。銀河の渦の中より現れよ。エレメンタルヒーロー、ストームネオス。ストームネオスのモンスター効果。1ターンに1度フィールド上のマジック、トラップカードを全て破壊することができる。アルティメットタイム。これによって魔法の戒めも消え去った。マジックカード、レインボーベールをネオスに装備。バトルだ。忘れたのかい、僕のダメージは君のものなんだよ。レインボーベールを装備したと戦闘するお前のモンスター効果は無効となる。カードを1枚伏せてターンエンド。僕にあんなに注いでくれた愛情も今じゃあいつのものなんだぜ。僕のターン。発動時、デッキからカード5枚選択して除外する。レインボーダークドラゴンの攻撃。攻撃を仕掛けてきたとき発動。相手は俺の手札からカードを1枚ランダムに選択。それがモンスターカードだったとき特殊召喚できる。フレンドッグを召喚。来い、フレンドッグ。
スレンドッグが墓地に送られた時、墓地のエレメンタルヒーロー1体と融合を手札に加える。ターンエンド。俺のターン。天使の施しを発動。デッキからカードを3枚ドロー。その後手札から2枚捨てる。マジックカード、天使の聖冠を発動。このカードは自分の墓地から天使族のモンスターを1体手札に加える。マジック発動。ミラクルフュージョン。このカードは自分のフィールドまたは墓地から融合素材モンスターを除外し、エレメンタルヒーローを融合召喚する。墓地のフレームウィングマンとスパークマンをゲームから除外し、入れよう、シャイニングフレアウィングマン。シャイニングフレアウィングマンは墓地のエレメンタルヒーロー1体につき攻撃力を300ポイントアップ。シャイニングフレアウィングマン、シャイニングシュート。ホープオブフィフス。墓地からエレメンタルヒーローと名の付くカードを5枚選び、シャッフルして3枚ドローする。カードを1枚セットしてターンエンド。僕のターン、ドロー。おいで、ロッチボール。2体のデモンローストークンを生贄にしてユベルを召喚。ユベル自身を召喚。ボスを戦闘で破壊することはできない。だって攻撃は僕への愛。さあ、攻撃しておいでよ。共感して。ナイトメアという今同じ苦しみ、愛に包まれているんだよ。墓地のサクリファイスロータスはエンドフェーズ時に花を咲かせる。僕はエンドフェーズ時に自分フィールド上のモンスター生贄にしなければ破壊されてしまう。生贄になってもらうよ、サクリファイスロータス。ターンエンド。俺のターン。ここでオーバーソウル発動。墓地に存在するエレメンタルヒーロー1体を選択し特殊召喚。コビー、エレメンタルヒーローネオス。そしてマジックカード、エレメンタルストーム。フィールドのネオスがバトルを行う代わり、ネオスより元々の攻撃力の低いモンスターを破壊する。ダス・アプシェリッリッター。これは進化のために時間をかけていたのか。そんなに僕が嫌いかい。カードを1枚伏せ、ターンエンド。僕のターン、バトルだ。僕が受ける苦しみをそのまま10代に返そう。トラップ発動、アストラルシフト。相手が攻撃した時、その攻撃をプレイヤーへのダイレクトアタックとして、その後カードを1枚ドローする。カードを1枚伏せてターンエンドだ。サクリファイスロータスを特殊召喚。進化した僕にはもう生贄は必要ないけどね。エンドフェーズに僕以外のモンスターが非常に存在する場合、破壊するって、そのモンスターの数と同数の相手モンスターを破壊することができる。俺のターン。マジックカード、ミラクルコンタクト発動。トリプルコンタクト融合。現れろ、カオスネオス。そしてカオスネオスの効果発動。このターン相手モンスターの効果を全て無効にする。何？ケン、カオスネオスに攻撃。ライト&ダークスパイラル。そうはいかないよ。トラップカード。
ードカオスバースト。そうさせるか。速攻魔法融合解除発動。見たかユベル、これでもうお前には共に戦うモンスターはいない。さあ俺の仲間たちを俺の前にこの次元へ連れ戻すんだ。ユベルダスアプシェリヒリッターから消えた時、僕の究極の形態ユベルダスエクストレームトラウリヒドラッヘが合流する。何？僕は戦闘では決して破壊されない。究極完全体となる。そして戦闘によって発生したダメージをゼロにして、その数値分のダメージを相手に与え、さらに僕と戦闘を行ったモンスターは破壊され墓地へ送られる。カード1枚伏せ。ターンエンド。僕のターンだ。君を誰の手も届かない家に連れて行く。そこで僕が永遠に君の眠りを守ってあげる。バトル。トラップカード、アルケミーサイクルを発動。アルケミーサイクルの効果でこのターン攻撃力はゼロになる。何？カード1枚伏せてターンエンドだ。俺のターン、ドロー。頼んだぜバブルマン。バブルマンの効果によりデッキからカードを2枚ドローする。カードブロッカーを召喚。ターンエンドだ。僕のターンだ。カードブロッカーのモンスター効果発動。自分のフィールド上のモンスターが攻撃対象となった時、その身代わりになることができる。お前の相手はカードブロッカーだ。ゼロスプライト。ゼロスプライトは発動後、装備モンスターの攻撃力をゼロにする。その代わり2回攻撃することができる。カードを1枚伏せてターンエンドだ。嬉しいよ10代、君の心がやっと僕に届いた。の憎しみは愛の裏返しなんだね。僕の能力は攻撃で決して傷つかないこと。自分は傷つけられずに他人を傷つけることしかできない。そんな僕は誰の愛も受け入れることはなかった。俺のせいでどんなに傷ついていたのか、お前の苦しみはよくわかった。こんな悲しいデュエルはやめよう。勘違いしてないかい。僕は傷つきながら喜んでいたのさ。君の愛を感じてね。ダメだ、歪み切ってしまった今のユベルには言葉は通じない。奇跡を起こし世界を救うためには圧倒的な力で屈服させるしかないのか。俺のターン、ドロー。マジックカード、強欲な壺を発動。そしてカードを2枚ドロー。俺を地獄へと導いた暗黒のカードだが、今は失ってしまった尊い者たちのためにも、もう誰も傷つけない大切なものを守り抜く。そしてマジックカード、死者蘇生発動。速攻魔法超融合発動。このカードは手札を1枚墓地に送ることで発動。超融合するのは12の世界じゃない、お前と俺の魂だ。なんだって？さあユベル、悲しい魂の旅は終点に着いた。もう終わりにしよう。さあ戦わなくちゃいけないのは宇宙を破滅に導く光の波動。君の魂を歪めてしまった波動を追い払い、覇王10代の魂が君に乗り移る。もしそれで俺という存在がなくなってしまうとしても、俺は構わない。超融合を発動。俺とユベルの魂を一つに。なんだこれは。なん
事と我決着の時。誰だ。我が名はダークネス。先ほどの使いは我の一部に過ぎ、我の真なる姿を誤らず。なら正体を見せろ、ダークネス。我こそがダークネス。一つの真実、もう一つの世界そのもの。それじゃあまさかあそこにいるってのか。そう、お探し者たちは我が世界にいる。その体で知るがいい。彼らはすでに全てを捨てた。そこには希望も絶望もない。全ての人間の意識が溶け合った無の中に彼らは永遠に。ふざけんな。お前みたいな奴を倒すために闇の力を手に入れたんだ。トラップ発動。俺は必ずこの世界の全員を助け出してみせる。行け、ネオス・ワイズマン。偽物をやっつけろ。ネオス・ワイズマンがバトルするとき、相手モンスターの攻撃力分ダメージを与え、さらにそのモンスターの守備力分俺のライフを回復する。バカアルティメットノバ。きっとみんな元の世界に戻れる。え、みんなと会えたら迷惑をかけてごめんって。まさか。俺はそう、子供から大人になるために今から旅に出る。え、ダメだ。みんな一緒に帰るんじゃなきゃ嫌だよ。一緒に帰ろうよ。ガッチャン。